案内いたします。この列車は13時30分発特急浜風4号大阪行きです。この先山陰線、和田山からは万丹線、姫路からは JR 神戸線を通りまして終点の大阪まで参ります。福知山、京都、宝塚方面には参りませんのでお気をつけください。この列車は特急列車です。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。列車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが6号車です。自由席は前よりの1号車、指定席は2号車から6号車です。またこの列車には車内販売の営業、自動販売機の設置はございません。お買い物はホームの自動販売機をご利用ください。佐野坂を出ますと、霞、竹野、城崎温泉、豊岡の順に止まります。まあまあ一応出せるようには13時30分の発車まで、あと5分お待ちください。お待たせいたしました。特急浜風4号大阪行き、まもなく発車いたします。浜坂を出ますと、次は霞に停まります。お見送りのお客様はホームでお待ちください。車両のデッキには押し蓋式のゴミ箱がございます。不要なものはゴミ箱に捨てていただき、車内美化にご協力をお願いいたします。この列車はデッキ、お手洗いを含め全車両禁煙です。携帯電話のご使用についてお知らせいたします。携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりますので、ご面倒でもデッキでお願いいたします。また受信の際にはあらかじめマナーボードに設定くださいますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお車内の荷物棚が低くなっておりますので、お立ちの際には頭上にご注意ください。車掌は私新田が終点の大阪までご案内いたします。ご用の際にはお気軽にお待ちください。お待たせをいたしました。次は霞です。
こっちが国産でこっちが海やろ。昔のやつは壊して新しいやつ通ったとこも新しかったこれな、でもうなんとかで足場みたいな話やったな。
辺りの旗通るんやろな。
案内いたします。まもなく竹野に着きます。出口は左側です。竹野を出ますと次は城崎温泉に停まります。
リポート。ああ、リポート。ご案内いたします。まもなく城崎温泉に着きます。お出口は右側です。城崎温泉を出ますと、豊岡に停まります。なんか何年か前に書いてあるんだけど。あ、そうだろうな。列車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが6号車です。自由席は前寄りの1号車です。城崎温泉を出ますと、次は豊岡に停まります。まもなく発車をいたします。ご利用のお客様は車内にてお待ちください。
特急浜関西4号大阪駅です。自由席は前寄りの1号車です。次は豊岡です。豊岡を出ますと出花に止まります。
ご案内いたします。まもなく豊岡に着きます。お出口は左側です。豊岡を出ますと次は荏原に停まります。東急浜風4号終点の大阪まで参ります。それではこれから先に停まります駅と到着時刻を合わせてご案内いたします。次の荏原には14時34分両下14時47分和田山14時58分竹田15時4分陸野15時19分寺前15時35分福崎15時46分明治16時3分姫路駅には午後4時3分に到着をいたします。明石16時30分神戸
終点の大阪駅には午後5時5分に到着をいたします。次に車内のご案内をいたします。列車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが6号車です。自由席は前寄りの1号車、指定席は2号車から6号車です。お手洗いは2号車、3号車と5号車、6号車にございます。各車両のデッキには押し蓋式のゴミ箱がございます。不要なものはゴミ箱に捨てていただき、車内みかんにご協力をお願いいたします。この列車は電気、お手洗いを含め全車両禁煙です。お煙草はご遠慮ください。なお車内の荷物棚が低くなっておりますので、お立ちの際には非常にご注意ください。携帯電話のご使用についてお知らせいたします。携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりますので、お面倒でもデッキでお願いいたします。また受信の際にはあらかじめマナーモードに設定くださいますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なおこの列車には車内販売の営業、自動販売機の設置は行いません。あらかじめご了承ください。車掌は私新田が終点の大阪までご案内いたします。ご用の際にはお気軽にお越しください。次は手原です。
下を出ますと和田山に停まります。自由席ご利用のお客様にお願いをいたします。本日自由席は多くのお客様にご利用いただいております。お荷物は膝の上か頭上の和田に上げていただき、一人でも多くのお客様にお席をご利用いただけますようご協力をお願いいたします。シール。うんちの方から。
ましたか。携帯ばっかりもなとか思って、なんか山の中行くときも
詳しくちょっと本読んでた。
左側です。我々山からは万端線を通りまして、武田、生野、寺前、福崎、姫路の順に止まります。福知山、京都、宝塚方面へは参りませんので、お気をつけください。お乗り換えのご案内をいたします。特急コンドトリ18号新大阪行きは15時13分、ホームが変わりまして1番乗り場、山陰線福知山行き15時38分、ホームが変わりまして1番乗り場、万端線寺前行き15時49分、続きまして同じホーム5番乗り場から発車をいたします。お降りの際はお忘れ物などがございませんようお気をつけください。
のです。行くのを出ますと裏前に止まります。
案内いたします。まもなく行くのにつきます。お出口は右側です。行くのを出ますと次は寺前に止まります。Thank you.
そうだ。買ったな。いいな。いいやな。カードな。したな。ないことある。いいな。まあ、近所の人やな。まあ、クリームみたいにそこに車止まったんだな。スポットなのかな、なんかバックに背景があるのかな、なんか山しかないような思うけど、すごい。
します。まもなく福崎に着きます。お出口は左側です。福崎を出ますと、次は姫路に停まります。列車の進行方向が変わります。一番後ろの6号車が先頭になります。座席の向きを変えられる場合は次の姫路駅で停車中にお願いいたします。姫路の次は明石に停まります。姫路には16時3分に到着をいたします。
特急浜関線4号をご利用くださいましてありがとうございました。列車はおよそ5分で姫路に着きます。姫路駅は2番乗り場の到着、お出口は右側です。お降りのお客様はお忘れ物などがございませんようお気をつけください。お乗り換えのご案内をいたします。新大阪東京方面こだま742号新大阪行きは16時22分11番乗り場、のぞみ136号東京行き16時59分11番乗り場、岡山博多方面桜563号鹿児島中央行き16時22分12番乗り場、光473号岡山行き16時46分12番乗り場、加古川西明石方面新快速安行き16時12分5番乗り場、普通米原行き16時14分5番乗り場、網干相生方面特急スーパーハクト9号鳥取行き16時20分7番乗り場、新快速の網干行き16時22分8番乗り場、相生から高専へ参ります。播州赤穂行き16時36分7番乗り場、紀新線播磨新宮行き16時23分3番乗り場からそれぞれ発車をいたします。次の姫路からは列車の進行方向が変わりまして、一番後ろの6号車が先頭になります。座席の向きを変えられる場合は、通路側の座席の下にございますペダルをお踏みいただきますと、座席を回転させることができます。その際には前後のお客様のご協力が必要になる場合もございます。ご協力をお願いいたします。また、座席を回転させた際、しっかりと固定できていない場合、リクライニングは調節できませんのでご注意ください。なお6号車の後ろ寄りには降り口はございませんのでご注意ください。姫路では16時7分の発車までおよそ4分止まります。発車までしばらくお待ちください。この列車には車内販売の営業、自動販売機の設置はございません。お買い物はホームの自動販売機をご利用ください。姫路を出ますと、明石、神戸、三宮、終点、大阪の順に止まります。姫路駅でお降りまたはお乗り換えのお客様にご案内いたします。姫路駅では駅構内に万丹線専用自動改札機を設けております。自動改札機をお通りになる際にはお持ちの乗車券が必要となりますのでお手元にご用意ください。また通された乗車券は再度改札機から出てまいります。駅出口において乗車券が必要となりますので出てくる乗車券は必ずお受け取りください。皆様のご協力をお願いいたします。まもなく姫路に着きます。2番乗り場への到着、お出口は右側です。お忘れ物などがございませんようお気をつけください。また本日は自由席大変混み合いましてご利用のお客様にはご不便をおかけいたしました。お詫びを申し上げます。今日は特急浜風4号をご利用くださいましてありがとうございました。
16時7分発、特急浜川線4号大阪行きです。この列車は特急列車です。ご乗車には乗車券のほかに特急券が必要です。お待たせをいたしました。まもなく発車をいたします。姫路を出ますと、次は明石に停まります。ご利用のお客様は車内でお待ちください。特急浜川線4号大阪行きです。これから先止まります駅と到着時刻を合わせてご案内いたします。次の明石には16時30分、神戸16時43分、三宮16時46分、終点大阪17時5分、終点の大阪行きには午後5時5分に到着いたします。列車は前から6号車、5号車の順で、一番後ろが1号車です。自由席は後ろ寄りの1号車です。
かってからで。
円で10円でよく。
ったけど、すごかったんだから、ね、スパイは。列車はおよそ3分で明石に着きます。4番乗り場への到着、お出口は右側です。明石を出ますと次は神戸に停まります。お乗り換えのご案内をいたします。 JR 神戸線朝霧、舞子、垂水方面の普通電車をご利用のお客様はホームが変わりまして2番乗り場へお越しください。お降りの際はお忘れ物などがございませんようお気をつけください。なお6号車の前寄りには降り口はございませんのでご注意ください。今日は特急浜風4号をご利用くださいましてありがとうございました。
特急列車です。ご乗車には乗車券の他に特急券別料金が必要です。この列車は特急列車です。ご乗車には乗車券の他に特急券別料金が必要となります。お気をつけください。明石を出ますと次は神戸に停まります。
たします。列車はおよそ2分で神戸に着きます。2番乗り場への到着、お出口は右側です。神戸を出ますと次は三宮に停まります。お乗り換えのご案内をいたします。元町駅へお越しのお客様は、つきまして同じホームの向かい側は3番乗り場から発車をいたします。普通電車、快速電車をご利用ください。お降りの際にはお忘れ物などがございませんようお気をつけください。なお6号車の前寄りには降り口はございませんのでご注意ください。今日は特急浜風4号をご利用くださいましてありがとうございました。列車は特急列車です。ご乗車には乗車券の他に特急券別料金が必要です。この列車は特急券別料金が必要です。ご注意ください。後ろ寄りの1号車です。続きましてまもなく三宮に着きます。1番乗り場への到着、お出口は右側です。三宮を出ますと次は終点の大阪に停まります。お乗り換えのご案内をいたします。芦屋尼崎方面新快速電車の安行きは、着きました同じホーム1番乗り場ただ六甲道住吉方面各駅に停まります。普通電車の松江山手行きは、着きました同じホームの向かい側2番乗り場から発車をいたします。お降りの際にはお荷物のお忘れ物などがございませんようにお気をつけください。なお6号車前寄りには降り口はございませんのでご注意ください。今日は特急浜風4号をご利用くださいましてありがとうございました。
車には乗車券の他に特急建設料金が必要です。自由席は後ろ寄りの1号車です。次は終点の大阪です。大阪には17時5分に到着をいたします。
急浜関西4号をご利用くださいましてありがとうございました。列車はおよそ3分で終点の大阪に着きます。大阪行きは10番乗り場への到着、お出口は右側です。お降りの際にはお忘れ物などがございませんようお気をつけください。それでは大阪でのお乗り換えのご案内をいたします。名古屋東京方面への新幹線をご利用のお客様は JR 京都線の電車で次の新大阪駅までお越しください。ホームが変わりまして7番8番乗り場から発車いたします電車が新大阪駅に停まります。 JR 京都線普通京都行きはホームが変わりまして7番乗り場、新快速安行きホームが変わりまして8番乗り場、大阪環状線内回り西九条弁天橋方面と関空岸寄快速関西空港和歌山方面、大和市快速の奈良加茂方面をご利用のお客様ホームが変わりまして1番乗り場、大阪環状線外回り京橋鶴橋方面ご利用のお客様ホームが変わりまして2番乗り場へお越しください。北陸線の特急3番窓号はホームが変わりまして11番乗り場から発車いたします。なお6号車前よりは降り口はございませんのでご注意ください。皆様のまたのご利用を心よりお待ちしております。利用するサービスやでな。